写真設定当てクイズ。ヤコパスです。そして高瀬です。はい、ということですね、はい、本日は写真設定当てクイズというものをねやっていきたいと思います。でですね、まず最初にルールをね、はい、ご説明していきたいなと思います。今ですね、お互いそれぞれの MacBook に3枚ずつ取っ手出しの写真をですね用意しております、はい、で今からそれぞれの写真のね、設定を当てていくんですけど、はい、回答者はですね一つだけ F 値と ISO とシャッタースピードいずれかの一つだけね、うん、先に知ることができます、はい、で残りの二つのね値をね当てていくんですけど、はい、残りの二つの値、うん、正解の値からどれだけ離れていくか、これね離れている方が負けになります、うん、点数がだんだん加算されていきます。でどういった計算をするかっていうと、はい、まあ、露出って段があるじゃないですか、うん、1段2段とか、カメラの設定上だったら3分の1段3分の2段とか、そんな感じ、例えば正解の設定が100分の1だった時に200分の1と答えました、うん、その場合だと、まあ、1段上がっているということでプラス1、うん、言い換えるとプラス3分の3になります、うん、でこれが例えばじゃあ答えが100分の1で125分の1と答えた場合だとプラス3分の1になります。この数字を足していってですね、最終的に多い方が設定からね大きく外したということでね、ゲームの負けになります。事前に一つ設定を教えてもらうのと、うん、何のカメラで撮ったのか、そして焦点距離はいくつだったのか、あとはまあヒントとしてその撮影のまあ状況、天気だとか、うん、どういった光の具合だったとか、うん、っていうのは、聞き出すことができる。もう一つあってですね、はい、Mac でオリジナルデータを好きに拡大したりして、うん、画像データを見れるっていう条件でね、はい、これでね、やっていきたいなと思います、うん、ということで負けた方は罰ゲームということでシャツ1枚で腕立て30回これでいきたいと思いますはい、ということでじゃあ早速やっていきましょうか、はい、1枚ずつやっていきましょう。はい、はい、ということでですね、じゃあまずは僕から、たかしくんに出題していきたいなと思います、はい、僕の1枚目の写真はこちらになります。うーん、一つ教えますね、僕が設定を、うん、感度は100で撮りました、うん、絞りとシャッタースピードを当ててください、うん、こちらカメラニコンの D5300 で撮影しております、はい、で焦点距離は 230mm で、うん、撮っております。了解です。なるほどなるほど、はい、うん、そうね、うん、手前は動けてはいるけども、うん、300ね、45なんでだいぶ望遠なので、うんうん、社会振動自体はね、うん、浅くはなりやすいんだけど、うんうんうん、そうだねさて、まあ、ちなみに状況はかなりお昼間、普通に、うん、上から普通にさんさん太陽、うんうん、晴れの日で、で後ろが暗いんで、まあ、ブラックアウトするような、うんうん、撮り方をしてますね、はい、ちゃんと白い子に多分、うんうん、ヒントはね、そう合わせてるんで完璧にいってるね。 D5300 ということで、はい、白いやつとその本当に前後以外は結構分けてるね。まあね、ほとか合ってるけど、そうね、そのどんぐらいな、うん、頭とかは、うんうん、まさかブレてん、いやでもブレはないよね。さあシャッタースピードいくらなんでしょうかね。そろそろ答えの方いいですか。そうですね、じゃあ、はい、ということで、では、たかしくん答えの方お願いいたします。はい、答えはですね、はい、F7.1 の640分の1でございます正解は、はい、F8 の1000分の1です。いや近い、まあまあ、まあ、いやすごい、普通にすごい、うん、F8 と 7.1 なんで3分の1と、うん、640分の1なんで3分の2と、今プラス1ということで、今たかしくんは1ポイント獲得、はい、まあ、獲得しちゃダメなんですけど、はい、ということで今、最初たかしくんはね、1ポイントで済んだということで、結構すごいな、じゃあ次ね、はい、僕の1枚目がこちらになります、はい、なるほど、これは撮ったカメラがキャノンの 6D Mark II っていうフルサイズのカメラ
ほうほう。でレンズが 72mmF2.8 の 70mm ですね。 70mm、はい、なるほど。じゃあ今回は、はい、シャッタースピードを、はいはいはい、シャッタースピードは50分の1。あーなるほど。これはまあろうそく、竹の中に入ってる、竹の中に入ってるろうそく、うん、で50分の1。そうですね。なるほど。 6D Mark II、 まずちょっと F 値から考えた方が早いかな。 72mmF2.8。 そうです。 F は分かりました。はい。で感度ですね、うん、取って出しやもんね。まあね、ちょライトルームで書き出したわけなんで。ああまあまあ、からないとワンチャン提言されてるかもしれないけど。なるほどね。ほぼほぼそのまんまと、うん、感度難しいね。まあね、状況とかもね考えて50分の1で、うん、でもこのボケ具合は大体まあこんぐらいやなとは思うんやけど、うん、何ミリやったっけ。70です、ね、70ミリか、はい、こんだけボケてる、かつまあこの若干この前後差がある中でこんぐらいの映り具合ということは、こっちの方が若干張って映ってる気するね。うん、この方が若干ボケてるんで、若干面の深さはある気がするからっていうのを考えると、であと感度なんですよね。感度でもここら辺を見るとこう分かりやすいかもしれない。いやこれどうなん、これどうなんやろ。これでも結構優秀。あ、カメラ、うん、フルサイドなんで、ね、結構好感度やっぱ強いですね。はい、お出ました。ありましたか。いきます。はい。 F 値が4、はい、感度が800で、はい、はい、正解はですね、はい、F 値、はい、2.8 の感度6400でございます。嘘え、これ6400？ はい。言われてみればそんぐらいあるもん。まあね、結構まあざらついてはいる。いやこのざらつき声ってこれ6400もあんの？これマジ？いやマジ800150とか慣れすぎてるかもしれない。まあ確かにちょっとこれ荒いなと思ったのよ。だって2.おミスだって 2.8 から1だやん。1プラス、うん、プラス4ですね僕。マジ？え、ほんまに？めっちゃダッサーダッサー、ちょマジ。いや、すごいわ、うん、すごいわ。あ、なんかすごいわ。フルサイズってこんな強いんや。ろうそくなんでね、言うてもかなり暗い場所なので。確かにろうそくって暗いよな、うん、なんかめっちゃ明るいイメージあったわ。うわー、これはやばい。3点つけられてるさ。うわ負けそう。普通にプラス3はやばいってプラス3はやばいわ。もう俺ドンピシャで2発ぐらい当てんださ、きつない。えぐいて、外で打てた30はしんどいって普通にということで、僕の2枚目の写真こちらになります。おお、はい。一つ伝えるのは、うん、F は 1.8 です、うん、画角は 20mm です、はい、カメラは D850 です、はい、どうぞ。まあ僕があれですね、アイスランドに行った時にかすかにオーロラを捉えた時の写真、ね、すごいねですね、これは、うん、これではちょっと俺たちからしたら簡単かもしれない。いつも押しとってるし。でもまあオーロラっていう点がどう来るかっていうのが見ものかもしれないですね、うん、オーロラの撮り方ってあんま分かんないでしょ、うん、全然ね、わかんないけど星は止まってるね、うん、もちろん固定撮りですから赤道儀とか使ってないですから、うんうん、アイスランドどんぐらい星動くのか知らんけど、確かにね、星の動き具合はどうなのでしょうかね、うん、どうなの、ね、あるかね全然知らんけど、ないと思う。なんか全然知らんけど、まあでも基本的に星は止まってるんでね、うん、あんまり長くはないんだろうなという感じはする。なるほど、うん、なるほどなるほどで、うん、まあ、だいぶノイジーだね、うん、確かにかなりノイジーだなという感じなので、確かに確かに、だいぶノイジーですね、だいぶノイジーかもしれないですね、はい、見た感じ。撮って出しこれ撮って出しです、うん、すごい、撮って出しでこんな映るんやね。そうですね、結構すごいですね、うん、はいはい、わかりましたじゃあ、答え教えていただきましょうか。はい、はい、たかしくんの答えはいくつでしょうか。シャッタースピード、はい、13秒の、はい、ISO 12800でございます正解は、はい、シャッタースピード、はい、10秒のお ISO 6400です。まあ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 、結構またいい線来られましたよ1段と、うん、
13秒と10秒なんでこれ3分の1かな。そうね、3分の1、はい、ということで、今2と3分の1ですね、うん、厳しいですね。厳しい。もう4はやらかした。お前いいの持ってきたな。ほんまにうまいわ。普段使ってない高画素じゃないフルサイズ持ってくるって、うん、ね、友達が借りたやつやな。そうですね、僕が持ってるわけじゃないんですけど懐かしいな、はい。次の写真がこちらになります。はい、うわまたこんなわけわからん、ね、これは、うん、キャノンの EOS70D APS-C のやつに 14mm のレンズをつけてます、はい、なるほどね、はい、22mm ぐらい。そうですね。で今回教えるのは F 値。いやいらんわF は 7.1。 あーそんぐらいと思った、はい、そんぐらいと思ったで。雨が降ってる状況、まあ、見る限り、うん、電車は止まってるね、ぴったり、うん、まあでも 22mm だからそんな速くなくても、うん、多分止まるのよ。 70D で、うん、このノイズ感そんな上げてないと思うよね、うん、ほぼノイズ。この木のディティールとか見ても、まあ、ここら辺が怪しいけどちょっと、いや難しいってこれはなあ。画素なんぼやったって、2000万ぐらいですね。本当ここら辺怪しい。うん、でもね結構 70D はねもう弱いのよ、感度は、耐性は、ってお前が散々言ってたもん。そうですね昔、うん、っていうのを鑑みてめちゃめちゃむずいね、うん、取っ手出し、うん、取っ手出しだよ。 7.1 やろ、うん、曇りやんな。そうね、取っ手出しでこの明るさやろ。うん、あーわからんけどまあこんぐらいいいかな。はい、はい、いきたいと思います。はい、感度400の、はい、シャッタースピード250分の1でたるん。感度は640、まあシャッタースピードは1250分の1です。え？正直結構この電車はね早かった。知らねえ。え、正味250止まるって。割と早くしないとね。止まらんのこれ。うん、もうめっちゃノロノロ走ってるやつだと思った。うん、早いんやこれ。結構早いよ。ね、まあ ISO はまあわかるわ。いやシャッタースピード難しい。俺これ多分現場にいたら俺多分俺400分の1とか取っちゃうな。結構でもね早いんでね、確実に止めるためにそれでこんな空明るなる、うん、1250分の1、うん、でこんな空出るんや。うん、まあ空だけは出てるよね。めっちゃうまいなこの写真、うん、おマジプラス7です。累計プラス7は勝てへん、さすがにさすがに勝てへん。マジか、1250分の1そんな早い、うん、で分かりますか皆さん逆に逆に1250分の1かということで僕の3枚目の写真がこちらになります。おー大きいはい、うん、これ黒部ダムで、はい、まあ、虹が出てて、うん、まあ、撮ったんですけど、はい、レンズは 20mm、うん、でもボディは D500 APS-C ですね、はい、実 30mm の画角になっております、はい、で F 値を教えます、はい、F 値はこちら9となっております、うん、はい、はい、そんな感じですね、はいはい、F9、まあ、晴れの日綺麗な日でしたよ、うん、この日は虹が綺麗に出ててね、うん、綺麗ね、写真としては綺麗ね結構、うん、上から撮ってる感じ。そうですね、もう上から完全に下向いて撮ってるって感じ。どうなってんの、なんかよくわからないね。もう本当上からっていう、滝がだからここを降りていってるっていうね。そう。なんか、よくわからんな。まあ晴れの日です。本当に快晴、この日は快晴の昼間の時間帯ですね。なるほど。はいはい。水の動きとか。どうなってんのこれ。あんまりこう水しぶきみたいなのが立ってない。目立ってないから。うん、分かんないですね、どうなってるのか。だよね、ちょっと特殊やもんね、この黒部ダム、うん、でかすぎて、あんまりなんか想像がつかんの。早いのか遅いのかがいまいちつかめない。いや結構明るくない、F9 で抜
LED つけてなかったら多分流せないのでまあシンプルに止めてるのかなっていうのはまあなんとなく想像はつく。なんかよくわかんないねんな。なんか流してるようにも見えるし止めてるようにも見えるし、確かになんかいい感じの動きしてな、うん、場所によって動き方違うもん。全然なんか想像がつかんねんけど、いやでもまあ普通に考えて流すとは考えにくいのでまあ止めてるだろうという予想して、はい、はいはいはい、決まりました。はい、では、高橋くん、こちら設定どうぞ。はい、シャッタースピード2000分の1の ISO 320でございます。なるほど。はい。正解は ISO 100のシャッタースピード200分の1です。いややっとった。いやマジなんだそれ。はい、結構ですよ。いやちょっといいやる感じしました、ね、200分の 1？ じゃあ2000分の1って言ったっけ。3分の15 5。えマジ、えなんぼなんぼやばなんぼ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 、あやったこれやったお前。俺2と3分の12と3分の1やろ。じゃあ7と3分の1、今俺7。やべえ、来たんちゃうよめっちゃ余裕かなって思っててんけど、お前これで俺ピンポイントだったら俺の大逆転じゃん。逆転お前よし来い、やべえよし来い、よし来い。いや絶対当てる、絶対当てる。最後の問題です。次も完璧に来る。積むお前。たかしくんの3枚目最後の写真ということで、今僕がプラス7、たかしくんが7と3分の1、はい、で僕が勝つにはドンピシャドンピシャで当てた場合のみ俺の勝利で、で3分の1だけずらしたら引き分け、でもうそれ以上ずらしたらたかしくんの勝ち、はい、やばうこれは勝ちたい。はい、ということでじゃあ参りましょう。はい、じゃあ3枚目、はい、こちらになります。はい、俺がおる君がいます。俺がおる、はい、うわ、はい、これこれは、はい、キャノンの EOS70D、はい、APS-C に 35mm の単焦点をつけてます、はい、なるほど。価格的には、うん、まあ、だいたい55とかで、今回教えるのは ISO、うん、ISO は100でございます。いや知っとるいや知っとるこういう時は100なるほど、標準域で100と、うん、Y と、なんか生きてますね、ネックレスして確かにネックレスこれあのニコンのバッグ おすすめです、うん、なるほどね、うん、シャッタースピードと F 値当てると。そうです、100なんで、うん、昼間で ISO100、まあ、だとしても、うん、ここまでブラスのには絞りはもう間違いなくめちゃめちゃ絞ってるはずで、どこまで絞ってるかっていうのがまあ一つポイントではありますと。まずシャッタースピードからまあ概算したいなっていう、うん、いい感じにブレてますね人、うん、でこれポイントとしては地面もブレてるんですよね、うん、まあ、55mm ぐらいで地面もブレてるということは、うん、で手ブレ補正ないから単焦点 35mm やと、うん、まあ、大体予想はつくと、うん、人の動きは大体一歩の勢いでこうゆっくり歩いててこんぐらい、ゆっくり歩いてこんぐらい、ゆっくり歩いてこんぐらいから、うん、なるほどね。いや待って、分からん、ほんまに分からん。感度100やるぞ、うん、シャッタースピードは多分分かるんよね、うん、多分慌てて撮ってるから、うん、ブレやすいのよ、うん、普通に。でもまあこんぐらいのブレっていうことは、うん、いきます、はい、いきます、はい、僕の答えは、はい、F 値、うん、13の、はい、シャッタースピード、はい、30分の1で正解は、はい、F 値13のシャッタースピード8分の1でございます。F 値がお見事だ、ね、めっちゃ俺来たかと思ったいや正直やばいなと8分の1？ そうね、こんだけ人動くは8分の1いるんや、うん、2段違うね、あということで、はい、最終結果僕が9、たかしくんが7と3分の1だ、ということで今回はたかしくんの勝利です。いや、ありがとうございます。ありがとうございます
くっそー、もういや最後も来たと思ったのに、ほんまにちょっとやばいなと思った、ほんまに悔しい、ほんまに悔しい。あ、なかなかね、いいとこまで行ってたんだけど、マジで。はい、ということでですね、はい、今日は僕たちが初めてちょっと考案してみたんですけど、写真設定当てゲームということで、はい、皆様いかがでしたでしょうか。ぜひね、皆さんも友達とかとやってみたら面白いんじゃないかなと思います。はい、僕はこの後罰ゲームなんで、そうですね、楽しみに。そうですね、腕立て30回なんで、はい、悔しい。いや正直でも前半は負けたと思った。まあね、確かにもう余裕だなと思って、立ちお外ししたから全然わからん写真に出会って、いや本当にね、写真撮ってても、うん、まあこういう風にね、全然設定とかね、わからないこともあるんでね、はい、まあ、またまた精進が足りないので、うん、僕たちも頑張って勉強しましょうね。はい、はいはい、ということで、はい、そんな感じで今日の動画は終わろうと思います。はい、本日も皆様ご視聴ありがとうございました。少しでもよかったら、面白かったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。バイバイ。行きます。はい。みんな30回行きます。よし。あ、死ぬ。あ、痛い痛い痛い。くそ。行きます。いじ。さあ。ハハハハ。